やってきましたよ、ね、イベント当日ということで、ね、お送りしていきます。まあ、こうやってねこんだけハコスカがね現行車のようにね並ぶっていうのはねまあすごいことだなって毎年のことながら思います。かっこいいですねそれぞれの旧車、ね、Z なんかもねかっこいいです。はあ、ここにはねフェアレディ SR がいますよ。510ブルーとかね、まあ、いろんなジャンルの旧車がねこうやって一堂に会してね、まあ、本当に旧車のお祭りって感じですよね。まあ、コロナ禍の中なんで、まあ、ソーシャルディスタンスに気を使ってきっちりねマスクしてみんなね参加してくれてます。ありがたいことだなっていうふうに思います。おね、こんなねセリカ見ちゃうとね僕のケンメリも紫メタリックめちゃめちゃ似合うんじゃねえかなっていうふうに思いますよね。このねLB ダクトがね僕大好きなんですよね。これかっこいいな。なるほど、ぐるっと見てみましょう、ね、セリカーということでね。さああっちの方にはねあれは330でしょうか、ね、かっこいい。運転入場安全運転でね入場ということでかっこいいな。さあそしてねこっち側には、ね、お懐かしい。これね僕昔仕事の親方が乗ってましたよねスプリンター、ね、そして510サニーと続きます。さあそしてハコスカ、ね、おやっとケンメリが来てくれましたね。いい早く乗りたいね。これはね本当に綺麗なね、はい、2000GTX のねグリル、まあ、このグリルもねめちゃめちゃいいですよね。かっこいいと思います。そしてね金のプレートがねついてますよ。こんな感じでうーんねこのあえてねサーフィンラインを切ってない2枚っていうのもねなかなかかっこいいんじゃないのかなっていうふうに思います。なんであのあれですよねサーフィンラインの見え具合どうでしょうか、ねまあ、白は見づらいって言ったんですけど、まあ、実際こうやって見るとねそんなことないですよね。めちゃめちゃいいなというふうに思います。はい、リア周りもねこんな感じでまあこの丸めの4頭がねケンメリのアイデンティティだと思います。そしてねここにはねとんでもないマッスルカーが止まってますよ、ね、あれですね、マスタングっていうと怒られそうなんでここは、ね、あえて、ね、ムスタングと呼ばせてもらいます。ムスタングいやでっかいな。めちゃめちゃ横幅がね国産旧車に比べるとね 1.5 倍ぐらいあります。そしてねこっちはデートマソパンテーラーということでね低い、そしてタイヤが太い、かっこいいな、ね、確かあれですよね、板車にアメ車の V8 エンジン積んである化け物ですよね、こいつ。いや、素晴らしいと思います。そしてハコスカ、ね、2枚のハコスカ、はい、渡辺がね、めちゃめちゃいい感じですよ。さあ、そしてね、これはね、パッと見、あれ?と思ったんですけど、これね、130Z なんですね。こんな感じでねめちゃめちゃなんか多分ねなんていうのかなちょっと今っぽい、いじり方っていう感じかな。これはね好き不好きはあるかなと思いますけど迫力ありますよね。はい、そしてセリカーっていうことでね来ました。はい、ずらっと並びます、ね、皆さんはねどの Z がお好みですか、ね、こうやって白、オレンジ、マルーン、オレンジ、白白っていうことでね
ライトマスクがついていたり G ノーズだったりとかね、カリフォルニアノーズだったりとか、どんなといったお好みですかね、はい、それぞれね個性があっていいと思います。そしてセブン、サニトラなんかもありますよ。ここにはね、すっごいかわいいサニね、ナローなサニです。そしてこっちは若干つらい地気味のサニっていうことでね、510かな、ワゴンですね。そしてレパード、レパード、こちらのレパードはね、ヒデチャンネルでもおなじみのレパードです。そしてそんな話をしていたら、まあ、向こうの方にね、はい、F31 のレパードもやってきましたよ。続々とやってきています。さあそしてね、ここ、こちらはね、はい、ヒデチャンネルでもおなじみの、ね、G-WORKS の表紙になったジャパンですよね。かっこいいなやっぱり。そして、はい、例の20ソアラです、ね、これはすごいかっこいい。そしてクレスタ、クレスタとね続きます、はい、どうでしょうか。前期マスクと後期マスク、ね、どちらがお好みでしょうか、ね、ちょっとずつねやっぱりねバンパーのあたりとかも違っていてかっこいいですよね。そしてねこちらはボンネットが開いてるジャパンですよ。これはやってあるのかな、見てみましょう。おお、すっごいね、多分ニッパチが3リッターか 3.1 か、ね、カールファンネルもついていてめちゃめちゃ綺麗なエンジンルームですよね。これはね多分 やり終わったばっかって感じがしてね、ほとんどねすすけたところもなくてめっちゃピカピカですよこれ。あ、音聞いてみたいですよね。これはやっとある感じがします、ね、はい、こういう感じ、ね、ジャパンもねめちゃめちゃいいですよね、はい、そしてねここにね2枚のケンメリがあるんですけど、ね、これ見てください。あ、テクノレーシング入ってるじゃないですか、ね、僕ねテクノレーシングめちゃめちゃ好きでね、しかもタイヤね見えるかな、ピレリ入ってますよね。ピレリやっぱ2枚はいいな、かっこいい、早く乗りたいっていう感じでね、うん、このオーナーさんとはねなんか仲良くなれそうな気がします、はい、そしてねプレリュードですよ。プレリュードね、ここがめちゃめちゃ薄っぺらいんですよね。やっぱリトラって1回乗ってみたいな、はい、そして、はい、Z31 ですね赤い箱スカ、ね、レビン、そして箱スカユーノス、ね、はい、ダットさん510ブルーバード、そしてこっちは箱スカと思いきや実はね、はい、箱トラですね、箱トラ、ね、なかなか決まってますよねこの箱トラ、ね、これね確かねライトグのねこの枠、ここはね本物なはずです。でこのねここが若干詰めてあるって聞いたことがあります、まあ、実際どうなんだろう分かんない。はい、そしてね330、ね、僕ね実はねこの330のこのねリアクォーターのこの部分、ここがねめちゃめちゃ好きなんですよね。これかっこいいですよね。このグラマラスなラインがねめちゃめちゃかっこいいというふうに思います。F31 のレパードここに止まってますね。アブデカのレパードですよ、ね、さあどっちがお好みでしょうか、ね、30と31それぞれねやっぱいいところありますよね。
そして綺麗なオレンジの Z。 喋りやまれんやろ、いいじゃん。喋りやまれんやろ、喉がね。さあ、そしてね、すっごいかっこいいカラーリングの、ね、これはクレスタでしょうか、ね、めちゃめちゃ渋い感じ、カイドウレーサーって感じです。そしてね、去年も来ていただいたね、ブルーバード、ね、かっこいいです。お疲れ様です。こんなもんぐらいの、ありがとうございます。チラシが入ってます。ありがとうございます。申し訳ないです。はい、よろしくお願いします。はい。さあ、そしてね、こちらも330かな、ね、このねライトが特徴、ね、オーバーライダーもついていてね、3ナンバーなんですよね、はい、330ね、好きだな、好きなんですよね、330。かっこいいな、やっぱり、ね、あのお尻のラインがね、たまんないなっていうふうに思います。さあ、そしてね、これはね、随分と懐かしい感じのクラウン、ね、いやー懐かしい。これね、僕欲しかったクラウンですね、買えなかったけど。さあ、そしてね、は61クレスタですよ、ね、真っ赤っかでめちゃめちゃ決まってます。かっこいいなぁ。まあ、そしてな、あります、後で持ってきますか。はい、そしてね、71のマーク2、はい、去年も来ていただきましたね、はい、ブタケツローレル、これはねやっぱり後ろから見ないといけないでしょう。はい、ということでね、ブタケツはやっぱりここから見ないと、あ、すいません、申し訳ないです。はい、やっぱりね、ブタケツかっこいいな、あね、ケンメリと写真が共通ってことでね、なんか親近感もありつつね、この辺のね、あのクォーターのラインっていうかね、このこういう感じのね、ところ330も通ずるラインというかね、ハイブリッドかっこいいな。さあ、さあ、そしてね、こちら、はい、ね、これはシルビアですね、シルビア、めちゃめちゃカイドウレーサー、あー、レーシーです。はい、ね、こんな感じで、もう本当にね、あの昔のサーキット場からそのまんま飛び出してきたかのような車両ですね。さあ、そしてね、こっちは81のね、マーク2、マドバンカラーですよ、はい、81も懐かしいな。はい、そしてね、続々と旧車がやってきます、ね、まあ、ライブ配信でもお届けしてるんですが、まあ、こうやってね、めちゃめちゃ並んでますよね。はい、そしてこちらの方ではね、例年の募金活動もしています、検温もしてますね。はい、ということで続々と、お、また来ましたね、ブタケツ、そしてケンメリ、あ、トンケンさんですね、これね、はい、そしてね、はい、プレジと、あれはなんかホーミーかな、もうなんかね、仕様がね、日産自動車って書いてあって、ね、なんかね、当時のショップカーみたいな感じですよね、面白い。さあ、ね、旧車好きにはもう夢のような光景じゃないんでしょうか、ね、R31 が2台連なる、ここにしかないと思う。